は逆バスの小林です。どうすか、もうどうですかこれ、やばくないですか。もうさっき言っときます、カスタム代100万以上かかってます。そんなドラッグスターを紹介しますんで、なかなかなりますお付き合いください、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、どうすか、ほんまえぐい、かっこいい、うん、えぐい、もうかっこいい通り越してる感じっていうんですか、まあまあ見ていただいたら分かります。もう長くなりますけどね、もうずっと見てもらったら分かります。ほんま200万円、まあざっくりですよ、ざっくりになりますけども、カスタム代マジで100万ぐらいかかります。何がすごいってね、エアサスなんですよね。エアサスです、エアサスです。その仕組みっていうかね、その光景もね、もうそのローダウンっていうか、まあそのエア抜くところとかもね、後でやっていきますんでね、なかなかお付き合いしてください。こんなドラッグスターがかっこいい、欲しいと思った方はですね、ぜひこちらの車販売車両になっておりますんで、この動画の概要欄をご覧になっていただきましたら、グーバイクの広告先をリンクさせておりますので、そちらの方からですね、価格など細かい写真などですね、ご覧になっていただければなと思いますんで、よろしくお願いいたします。ということでですね、まあバッチバチに決まってます。はい、でなおかつなんですけども、ちょっとね、あの当店ね、セミレストアみたいなことをさせてもらいました、少し手を入れさせていただいてますんで、めちゃめちゃ綺麗です。もうむっちゃ綺麗もうほんまに綺麗、まあほんま綺麗ですし、まあカスタム代はほんま100万以上ね。で、ざっくり、先に申し上げておくんですけども、前後ホイールがですね、ウォールの部分ですね、サイドウォールの部分が青色になってるかなと思います。青色に映ってると思います、見えてると思います。それがね、あのね、実際のところはホワイトウォールタイヤなんですよ。これね、青いっていうのは、新品の時につく保護剤ですね。保護剤が入ってます。白が汚れないように保護されておりますので、あのね、もちろんね、販売、させていただく際にはですね、綺麗にさせていただきまして、白くしてね、もうホワイトボール仕様で、のじゃっていう形になりますんでね、この点はご安心くださいね。よろしくお願いします。なのでね、まあ、前後もタイヤ新品なんですよ。もうね。ね、ほんまにね、細かいところもちょっと手入れたりね、してるんで、もう本当にね、マジで綺麗ですから、これもだんだんこう近づいてこばーってね、もう見ていっていただくわけですけど、マジで、まあ、綺麗からね、もう本当に要チェックしてください、よろしくお願いします。ということでね、まあ、もう喋り出すのむっちゃ長いんですよ。喋り出すのむっちゃ長いので、もうカスタムのその具合についてはですね、この後にちょっと説明させてもらおうかなと思うんですけども、余談については後にね、させていただきます。まずね、車両のコンディションをチェックしていこうかなと思いますんで、お付き合いください。エンジンかけますんでね、すぐもお付き合いくださいね、よろしくお願いします。ということで、ハンドルマイヤー取っていていただこうかなと思います。いかがでしょうかね。もうハンドル周りもバッチリカスタムです。これあのハンドルはまあもう見ていただいて分かるようにステンレスの特別な、もうね、こんなハンドル基本売ってないやろっていうようなハンドルついてますよね。そういったハンドルがついておりましてですね、そのスイッチ周りとかもね、めっちゃ綺麗です。もう、はい、綺麗になっております。もう塗り塗り変えられていますんで、めっちゃ綺麗ですね。この辺もね、もうドラッグストア全部銀色なんですよ。なんですけども、基本的にこれもう黒のアルマイトですね。はい、そんな感じで綺麗に仕上がっております。で、ブラックのステンメッシュがついておりましてですね、まあそんな感じでステムもこんな感じですね。結構ね、ネック角がついたタイプのものになってるんですけども、これもね、塗り直しておりますんで、めっちゃ綺麗です。はい、で、まあ見ていただいて、バッと見ていただいて分かると思うんですけど、もうフレーム延長入ってますね。これっていうのはですね、まあ分かる人、見る人が見たら分かるんかもしれないですけど、今はなきメーカーなんでしょうかね、アメリカンドラッカーズ製なんですよね。基本的にアメリカンドラッカーズでも基本フルコンプリートされてますんで、まあほぼほぼの大きな外品がですね、アメリカンドラッカーズ製になっているかなと思うんですけども、そこで販売されていたフレームの延長キットがついていまして、フレームがこんだけ伸びてて角度がついてるというような感じですね。で、なおかつまだステムで角度つけてみたいな感じでなってますんで、もうえぐないですか、この作り。どんだけ長いねんっていうぐらい長いんで、はい、もうかっこいいっすよね。あとでもうこの光景もう見たらね、本当にこう下げてるとこ見たらもう感動しますよ、マジでね。フロントフォークもうね、サイドも綺麗です。はい、いかがでしょうかね。ここもね、ブラックのアルマイトのカバーがついてますね。はい、で、スポークになるんです。スポークめちゃめちゃ綺麗です。はい、スポーク一切錆ございません。リムも、ね、
リムもハブもむちゃくちゃ綺麗です。真っ黒でめっちゃ綺麗です。で、見ていただいて分かるようにフロントのディスクについては交換されておりますですね、フロントのキャリパーですねも交換されています。キャリパーのバットについてはですね新品、入れさせていただきましたので、はい、その点もご安心していただけるんじゃないかなと思います。そしてフロントのタイヤもですねホワイトボールタイヤに変更させていただきましてね、今はまあ青いですよ、今は青いですけどもう納車するときにはもう白でパリッとしたような形で納車になりますんでね、はい、よろしくお願いします。でフロントフェンダーの具合なんですけども、フロントフェンダーに関してはまあもちろん塗り直しはしていないような状態になりましてですねちょっとした小傷等ございますんでね、はい、その点はあらかじめご了承ください、よろしくお願いします。そしてヘッドライトになるんですけどちょっとね説明先忘れたんですけどもどうですか、バチッとLED プロジェクター式ですよ。これがまたピカッとして明るいんですよ。あとでエンジンかけなあかんねんか。はい、すいません。はい、もうむっちゃかっこいいですよ、ほんまに。はい、で、そんな感じで次、タンクですかね。タンクになるんですけども、大きなへこみ等はございませんでした。ただですね、まあ、ちっちゃな小傷とか、そういったものはございますんで、あらかじめご了承ください。まあ、ここにちょっとした、ね、小傷とかね、そういったものがありますんで、はい、その点はあらかじめご了承していただけたらなと思います。で、こちらの車両の走行距離がですね、12,222キロというような形になっております。全然走ってないですね。まだまだこれからガンガン走るぐらいの走行距離なんで、はい、もうご安心していただければなと思います。そしてエンジン周りになるんですけども、エンジン周りもどうですか、めっちゃ綺麗です。もう純正の黒ですね、純正のペイントになっているかなと思うんですけどもね、フィンもねめっちゃ綺麗ですよ。はい、いかがですか。はい、でそして見ていただいて分かるように、このキャブも変わってます。キャブも変わっていて、もうドラッグスター純正ってねツインキャブで2つついてるんですよ。まあもちろん1気筒に対して1個ついてるような形になるんですけども、ワンキャブ仕様になっております。はい、まあハーレーとかワンキャブですよね、ワンキャブ仕様で、もうミクニのね結構でっかい名前出てきて TMU やったかな、キャブがついていましてですね、まあワンキャブ仕様になってるっていうような形ですね。でエアクリーナーも社外品に変わっております。はい、あとでねもちろんエンジンかけますんで、エンジンもバッチリコンディション良い感じなので、はい、その点もご了承ください。その点もご覧ください。はい、そしてですねマフラーなんですけど、マフラーも塗り直しさせていただきました。むちゃむちゃ綺麗でしょ。はい、で、もちろんねこのバンテージとかもね、巻き直ししましたんで、綺麗です。はい、いかがでしょうか、よろしくお願いします。で、すいませんシートですかね、シートになるんですけど、シートも大きな破れ等ございませんでした。基本的に綺麗です。はい、で、シートカウル周り、シートレールとかですね、シートレールじゃなくすみません、シートカウルに関しましては社外品になっております。 FRP 製品ですね、社外品になってまして、ちょっとしたね小傷等ございますので、その点はあらかじめご了承していただければなと思いますね。そしてリアホイール、リアタイヤ周りになるんですけども、リアタイヤもですねフロント同様めちゃめちゃビーカビカ、もう新品に近いぐらいビーカビカです。はい、まあもちろんやり直してるんですけどね、はい、やり直しさせていただいたっていう点があるんで、もうスポークもめちゃめちゃ綺麗ですしね、リムも綺麗、ハブも綺麗っていう形になっておりますんで、本当にご安心していただけるんじゃないでしょうか。もう綺麗な探せたっていう方はね、もうカスタム車探せた、ごっついカスタム車探せた、もう他にはないっていうのを探してたっていう方はぜひよろしくお願いいたします。はい、その次にですよ、次にテールランプね取ってもらおうかなと思うんですけども、テールランプね、テールランプどこについてんねんね、パッと見て思うかもしれませんけども、点灯させるとですね、どうですかね、これテールランプ、これ車検通りますからね、これこのまま車検通ります。はい、でウインカーもここに内蔵されてますね、もちろん左出したらこんな感じ、右出したらこんな感じ、はい、っていうような形になっておりまして、これで車検通るタイプのものを装着させておりますんで、はい、これもご安心してください。そしてめちゃめちゃかっこいいっしょね。でそしてサイドナンバー仕様になっております。サイド後ろのナンバー仕様になってるんですけどね、今ねちょっとねこれだけ調子悪くて、これだけ新品買い替えますんで、これだけ光らないんですけども今はね、ただもうこれきっちり光るようにしてお渡しさせていただきますんで、ご安心していただければなと思いますんで、よろしくお願いいたします。ナンバープレートすでもめっちゃ綺麗でしょ。はい、めちゃくちゃ綺麗です。こんな綺麗なカスタム車、こんなカスタム車もうないでしょ、こんなね、
本当に欲しいなと思った方はね、これ1台しかないようなものになると思いますんで、はい、よろしくお願いしますね。で、左のサイドカバーとかもね、もちろん塗り、これは塗り直しさせていただいておりますんで、めちゃめちゃ綺麗、サイドカバー左右ともなんですけども、で、スイッチがね、ついてるんで、このスイッチもね、後で説明させてもらえたらなと思います。で、エンジン周り、細かく取っていっていただければなと思うんですけども、どうですか、綺麗でしょね、本当にこうテンション上がるような1台ですよ。もうこんなんほんまに探してもね、出てけへん。で、今からカスタムしようと思ってもメーカーがないからできませんっていう話なんですね。そんなような仕様になってますんで、はい、もう探してる方はぜひですね、ぜひ。で、フロントのウィンカーも変わってるの言うの忘れたんですけども、フロントのウィンカーもここについてますね、こちらについてますね。光らすとですね、こんな感じですね。はい、これもね、車検対応の形になってますんで、超小型ウィンカーがついてますんで、かっこいい仕様になってんじゃないですか。で、次にですね、この車両のエンジンをかけてみたいなと思います。どうですか、 LED、見せるためのもんだと思いますんで、ね、このまま走るっていうのはちょっと無謀なことがあるんじゃないかなと思うんですけども、どうですかこれ、めっちゃかっこいいじゃないですか。あー、かっこいい低さだねって、もうすごいっすよ。もうここもほんまにあの先端一つ入らねえっていうような、まあ、昔漫画じゃなかったかなとは思うんですけども、タバコ一つ入る隙間はございません。まあ横にしたら別ですよ、縦にしてっていうことですね。はい、っていうぐらい低いですね。はい、で、上げるときっていうのはね、まあ、もちろんね、まあ、エアサスになってますんで、コンプレッサーがついておりまして、コンプレッサーのスイッチをオンにするとですね、こんな感じでオンになります。で、ちょっとね、エアース高まるまでですね、お待ちいただければなと思うんですけども、フロントを上げるとですね、こんな感じですね。フロント上がりました。ね、ガッツリ上がります。で、リア上げると、こんな感じですね。で、こちらのスイッチの具合をね、ちょっと説明させていただくとなんですけども、はい。ね、こちらがコンプレッサーのスイッチになってます。これ切れば切れるんですけども、まあこれ入れっぱなしにしてますね。入れっぱなしにしておきます。で、基本これをリア下げるってなると、こんな感じですね。で、フロントちょっと下げる。ね、上げる。で、勝手にね、エアーとか低くなったら勝手にコンプレッサーがオンになるんですけども、ここにスイッチついてますんで、切ることもできます。はい。というような仕様になってますね。はい。まあね、なのでね、あえてなんですけども、まあ
高い状態から説明はさせていただきましたけども、この低い状態でおしゃべりさせていただくとですね、まあもう車両にしか目いかないのっていうぐらいかっこいいと思います。もうここまで下がってるのエアサスでしか実現ができないですね。もうエアサスって本当にね、でなおかつ僕が思う限りね、ビッグスクーターとかはあったなとは思うんですよ。ただアメリカンでエアサスってそこまでないですね。そこまでハーレーとかでもそこまでいけないと思います。ね、それをですよ、ドラッグスターでされてるっていうね、もうマジですごい。これだけで本当にすごい。で、もうその、まあ、エアサスキットコナミいろいろつけていったらやっぱ100万ぐらいかかるっていう話なんですよね、やるだけで。ただまあまあ、もちろんね、いろんなところ当店でも手は入れさせてはいただいてるんですけども、まあマジでかっこいい。ここまでやってるやつはもうないんじゃないかなと思いますんで、はい、もうこんなんマジで探してたっていう方ですね、うってつけの一台になってますんで、ぜひぜひご検討してみてください。よろしくお願いします。あ、一点だけちょっと説明、させていただきたいなと思うんですけどもね、ウインカーもちろんねこんな感じで、つくような形にはなるんですけども、インジケーターが光らない形になってます。はい、インジケーターが光らない形になってます。これはね、基本的にまあ普通の電球入れちゃうとこうダメなんですよね。なので、まあ、抜かれてるなっていう話なんですけども、そういった形になってますんで、それだけご了承ください。あらかじめご了承ください。お願いします。ということでですね、まあかっこいいっすよ。ほんまね、まあほんまこうだいぶまあほんま基本見せてる状態やと思いますね。見せる状態で、まあ、走るともうほんまにもう座ってるともう足もうベッタベタというかね、どんだけ座り込んねんっていうぐらい座れてるんですよね、実際問題。まあ乗るってなったらね、実際問題、まあ、若干フロントは入れといた方が楽やと思います。で、乗るんやったら、まあ、リアもキュッとちょっとだけね、まあ今はちょっと上がってないですけど、ちょっとね、エアーズがちょっと低いですね。エアーズ溜まってからじゃないとシュッと上がらないんですけど、はい、まあちょっとね、今エアプルルルと溜めてますんで、あ、すいません、自分が乗ってたからですね。ちょっとね、こう気持ちちょっと下げて、まあ、ちょっとね、もうこれもだいぶもう下がりきってるぐらいの状態なんですけど、まあ、若干入れ替えなぐらいの感じでね、乗るとまあかっこいいんじゃないかなと思います。はい、僕はですよ。それはもうあくまでも人の好みあると思います。基本的に走る状態でもエア全部入れとかないとダメかなと思いますけども、まあこのぐらいやったら高速乗ってもいいかなみたいな感じ、僕は勝手に乗ってます。はい、という感じですね。マジでまあ本当に久々にテンションの上がる一台というか、もうやりすぎてるやろっていうぐらいの一台になってると思います。ここまでやられてるっていう車両はまあほとんど存在しない、まあ、ほとんどドラッグスター自身にエアーサスペンションタイプを搭載ってなってるようなものがですね、本当に数は少ないと思う。そんな世の中に何十台もあんのかって言われたら、まあないでしょうと。10台ありますかって言われても微妙なところだと思いますんで、はい、それがなんとですよ、ここにあります。そしてですよ、まあ当時ね、そのアメリカンドラッガーズさんでカスタムされてたものがあるとは思うんですけども、それよりかっこよくしてますよ、ね、そんな仕様になってますから、もうこれしかないっすよ、マジでこれしかない。まあ乗り心地っていうかね、ハンドル持った感じもね、基本ちょっとゆったり乗れる感じ、結構手前にね、ハンドルが来てるような感じになりますんで、はい、なのでね、ほんとこうゆったり乗れるんじゃないかなと思いますんで、はい、こんな車両が欲しいと思ったらですね、ぜひこの車両をですね、ご購入していただければなと思うんですけども、ただね、安くないかなと思いますんで、はい、その点はあらかじめ、ご理解ください。よろしくお願いします。ということで、今回はエアサスのドラッグスター400をご紹介させていただきました。ありがとうございました。